なんかよくなんか生徒さんに、はい、なんでこれ教えてって聞かれるあるあるってどんなのがあるんですか。あれ、まあ、最初に言うと飛距離以外。以外ですね。飛距離って言おうと思ったんですけど。そうですね。やっぱこう右に左に行かない安定したボールを打ちたいとか、方向性、精度を上げたいとかっていう方が多いですかね。なんか何ポイントかこの辺よく教えてるっていうのがあれば、あの、ね、打ちながらちょっと教えてもらったりとか。はいはいはい、トップの位置とか気にしますか、方向性上げる。まあ、さっきのその何ヤード打たないといけないとかっていうメンタルの話も入ってくるんですけど、ただそれで力が入ってトップすごく大きい人が結構多いんですよ。ただ自分の感覚の中で私も今こうやって打ってるんですけど、私自身もテイクバックなんかちょっとお腹ぐらいで止めてるぐらいのイメージで今打ったような大きさになってる。結構自分が思ってるよりも上がっちゃう。上がりすぎると軸が上げすぎると傾いちゃう。この傾きを戻すときに逆にこうやって傾いて右に行ったりとか、それを抑えると引かないように左行ったりする人が多いので、あんまりテイクバック上げすぎたりっていうのをよく注意する。これは一人で確認する場合はスマホとかで撮ってみるとか、スマホとかで撮ってみてもらうのが一番いいですかね。そうだよ、はい、誰かに見てもらえればいいけど、見てもらうのが一番いいですね。精度っていう意味ではそのゴミをゴミ箱に入れるような感覚になるんで、そこに何か投げようとした時に思いっきりこうやって振り上げる人ってまずいないと思うんです、どっちかって言ったら、まあ、ゴルフでフォロースルーの方で合わせに行く人が多いと思うんで、まあ、そういう意味でもゴルフはあんまりテイクバックは必要ないのかなと、方向性を上げるっていう意味では、注意してもらいたいかなっていう点ではあります。確かにピタッてこう収まってる感じって感じなんですよ。必要以上にいってないなもう一個あとはそのメンタル的な部分になるんですけど、まあ、申し上げるのになんかどこか狙うって言うじゃないですか。はい、旗、あの幅線を線でイメージするのはダメですよ。じゃなくてある程度許容範囲を作ってあげる。例えば80と100の看板の間だったら多少その若干右に曲がろうが左に曲がろうが OK っていう練習をしてあげるっていうか、その幅を徐々にこうやって狭めていってあげて、狭いのがプロであって広いのがアマチュアの違いだけなので、確かにあそこには狙いたいんだけど意識しすぎると硬くなっちゃうからって感じなのか。だから、まあ、ちょっとアバウトに横幅を持たせてあげて。そうです。あー、なるほどね。スムーズなスイングを行えるようにしてあげる。メンタルスポーツなんで。あなるほど。あんまりキチ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 やりすぎないようにっていうのはすごく大事かなと思っちゃう。確かにね、そこからどんどんこう狭めていくっていうか、そうだね、いきなり点でやるってあれじゃなくて。そうです、確かにね。練習場行くとこう鉄塔立ってるじゃないですか。ネット張る、はいはいはい、なるじゃないですか。あれの5本分だったら5本分の間、それが4本になって3本になって最後2本になってっていうのが精度を上げていく練習方法の一つであるかな。じゃあちょっとあどの辺ですかそれは。私精度って言うと多分このまままっすぐ200の看板の方になると思う。左側に赤い旗あるじゃないですか。穴井田っていう。100の看板と奥の旗。はい。なるほど。200が一応あれね。そうです。この方向でね。そうですそうです。これはアウト。なので困ったよ。これはアウト。完全に。いいっす。すごい綺麗。ちょっと右からでこう左に。
ホタル目それぞれ1個ずつこう押さえといてもらえると精度上がってくるかなとは思います。OK ですか？全然 OK です。